水野ひろあきです、今日はなんと、おかっぱりで攻める冬野の池の、僕がよく使うアイテムちょっと2つぐらい紹介したいと思います。まず一つは、今日実は実調で使ってるんですけれども、ノッキンジョーっていうアイテム、ノッキンジョーの、今これは4分の1オンスなんですけれども、ノッキンジョーは、サイズラインナップ、ウェイトですね、ウェイトのラインナップが3種類、4分の1、8分の3、2分の1っていう、3種類あります。それぞれ飛距離、それから潜らせるっていうか泳がせてくる深度に応じてこう使い分けていくと、そういう使い方でよく使っています。ちなみにこの4分の1はですね、水深がだいたい1メートル前後の浅いの池で、使用することが多いです。はい。で、もう一つね、ジャッカルには対極で、サスケブレードの、サスケブレード、これ今ジュニアっていうやつなんですけれども、サスケブレードっていうメタルバイブも、あります。ノッキンジョーが、割とねこう巻いて使うサーチ的な役割をしてくれる、メタルバイブに対して、このサスケブレードっていうのは、リフト&フォールの、アクションで、移動距離を減らして釣っていくっていう、メタルバイブになります。で、この2種類の使い分けとしては、僕個人的には一番最初に投げるのはノッキンジョー。なぜかというと、この、重心が頭の方にあるおかげで、頭下がりな状態で、巻いてくるとき、そういう姿勢を維持して、引っ張ってこれるわけですが、まず根がかりが少ない、ということが、大前提で、サーチするルアーとしての役割を果たしてくれる。で、これで巻いてオダとか、ゴロタとかそういったストラクチャーを、発見できた場合、目に見えないそういったボトムに沈んでいるストラクチャーを、発見した場合に初めてこのサスケブレードの方を投入します。リフト&フォールなので、こちらをサーチベイト用とするとわりかしこう移動距離が、少ない分、どうしても効率的には悪くなってしまう、サーチする時間が長くなってしまうということで、巻くノッキンジョーの方をサーチとして使って、そこで発見した、ボトムのストラクチャー、地形変化、などに、サスケブレードを縦の動きで落としていきます。このメタルバイブレーションも特に真冬はこれにしか口を使わないバスって実は結構います。はい。なので、皆さんもぜひお近くの野池でぜひぜひこの2種類を使って投げていただけたらいいんじゃないかなと思います。